こういうな真夜中の間の時間帯。さすがお上手です、長尾先生。こういうナイト、9月23日始まります。はい、先生出演は今歌を歌ってくださった長尾隆先生と、吉田先生が今から吉田幸一郎先生の中野区議会議員がお見えになると思います。そして私榊結衣でお届けします。西村浩一先生どうしたのって思われるかもしれないですけども、現在取材中でして今日は欠席ということでございます。それではライブ冒頭の告知をさせていただきます。現在文化人放送局は動画削除や警告を受けて番組配信が危機です。特に一般公開規制が厳しくなり広告激減中です。ぜひメンバーシップ参加応援お願いします。概要欄からクリック募金で制作支援、番組応援してくださるスポンサー企業も大募集中です。この番組のいいねボタンクリック、そしてフィードバックは画面上のヘルプ&フィードバックよりこの番組は適切で安全と YouTuber でメールお願いします。本日も22時から23時が一般公開ライブです。23時から23時15分までメンバーレベル2限定ライブです。吉田幸一郎先生到着です。本日もよろしくお願いいたします。お願いします。ちょっと前の仕事が長引きました、すみません。はい、お風邪の方はいかがですか？薬でなんとか収まっています。なんか今の薬はすごいですね。収まってます。はい、すごい効いてますね。昨日は咳込んでいらしたのでよかったです。大事にしてください。ありがとうございます。本日のヘッドラインを紹介いたします。一般公開ライブでは自民党の未来、岸田外交と対中政策、日米 vs 中ロ、そしてメンバーレベル2限定ライブでは夜の中国代理人コーナーというようなラインナップになっております。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。それではまず本日は自民党の未来、そして杉田水脈さんが大攻撃を受けてますね、ご紹介したいと思います。1番です。吉田さんのツイート、杉田水脈氏もう議員の資格はないという朝日新聞を紹介し、行政機関が常に正しいわけではない、この件は札幌法務局が間違っている、喜んで殺人している捏造変更、上州朝日新聞も、朝日新聞こそもう新聞の資格はない。そして2番です。長尾さんもリツイートされてます、瀬尾優子さんのツイートです。杉田水脈氏もう議員の資格はないという先ほどの記事を紹介し、4年前にできた法律で民間人の立場で7年前に書いたブログを糾弾するとは恐ろしいね。4年前にできたアイヌ施策推進法はアイヌの人々が誇りを持って暮らせる社会に実現を与え、差別を禁じているということなんですね。そして3番、これ参考記事ですね、一色正治さんのツイートです。法相アイヌ差別絶対ならぬ、杉田衆院議員の人権審判でという記事を紹介して、不法入国者を擁護する一方で日本のために働く議員を貶める法務行政のトップということで、こちら長尾さんは杉田水脈さんとすごく親しくていらっしゃるということで、この辺の事情詳しく伺っているかと思うんですけれども、この度の集中砲撃、杉田さん参ったりしてないでしょうか？まあ、本件については杉田議員とちょっと会話はまだしていないですね。で、まあ、吉田議員も指摘しておられた、またやっぱり瀬尾智子さんのツイートが非常に簡潔でして、まあつまり今回何ですか、人権侵犯というまあ形で、接触があったということなんでしょうけれども、裁判所とか人権委員会がね、4年前の法律、まあ、法律の良し悪しはあると思います。まあ良しはないですけれど、杉田議員がこれ発言したのはもう7年も前で、それも民間人の時の話ですんでね、これを矢裏出してきて糾弾するっていうのは、法律っていうのはできた時から訴求して遡るという形は取らないということが、まず一つと、
あと杉田議員の発言というのは議員時代のものではないというような、この2つについてね、あの朝日新聞の読者のみならず、まあ、この記事を読んだ人間が、まあ、そんなことは分かってねえだろうというような、このバカにした体でね、この記事を書いているというところに悪質性がありますね。あと小泉法務大臣のコメントについては、この方多分法務省法務部門であんまり発言をされたということはちょっと記憶になくってですね、ただまあ記者会見で受けた記者の質問にむしろ誘導される形で、こういう、話をしたというところにね、やはりちょっと法務大臣としてのこの人権問題についての理解にちょっと危うさがあるなという、まあ、そんな印象を受けました。このアイヌ問題でやはりこのものすごくこの杉田さんを貶めることで、まあ、何かメリットがあるのかなという感じが、まあ、要するにアイヌの人たちですよね。これは何かあるんでしょうか、そこに。まあ、メリットというか、多分ね、これいじめの構図と一緒で、もう杉田議員を叩くのが面白くて面白くてしょうがないんじゃないですか、もう快感というか、まあ、なんか国会議員をね、やたらめったら袋叩きにして楽しむ喜ぶ世論ってあるじゃないですか、はい、まあ杉田議員はね、こういう点では打たれ強いですんで、まあ、今回本人が反論してないんでね、まあ、確かにその民間人の時の、表現とはいえね、まあ、当時結構ちょっと上げ足取られそうな表現が多かった部分もあるんですけども、まあ、繰り返しますけども、これ例えば国会でねどのこうのを言うということ、まあ、別に言ったっていいわけですよ、まあ面白くてしょうがないんじゃないですか、人を貶めるのが、本当低俗な精神構造だと思います。打たれ強くてターゲットになってしまっているといういじめの構図ということなんですけれども、吉田先生はこれをどのように見ていらっしゃいますか。私はですね、まあ、この長尾先生のおっしゃったその4年前の法律で7年前の事象を遡って、まあ適用して罰するとか、まあ、取り扱うという、まあ、法治国家として重要な問題があるのはもちろん、それから民間人であった時の発言を、まあ、議員として議員の資格がないというような、まあ、誹謗中傷をする、まあ、朝日新聞の、くだらない、論調、これも、問題ではあるんですけれども、そもそもその7年前の語録に書いて、札幌法務局がこと上げした、まあ、あるいは、人権救済などといってですね、取り上げられた、内容というのは、アイヌの衣装の、コスプレのおばちゃんといった表現、なんですね。で、これをアイヌへの侮蔑だとこのように、まあ、その認定したんですけど、それ自身が私は間違いだと思っているんですね。杉田水脈さんが、指摘したのはアイヌの方に対する差別意識ではないのにアイヌに対する差別だとして、取り上げて、それを札幌法務局なるところが認定してしまうということがそもそも間違いなんですね。これはアイヌのコスプレをしたおばちゃんを批判したんですよ。で、このおばちゃんがですね、本当にアイヌであるのかアイヌではないのか、ここについてじゃあ札幌法務局は断定をしたんですかと。この人はアイヌですと。しかし、これは今、アイヌについてはですね、誰がアイヌかアイヌじゃないかは、日本国政府は分からないという立場を取っているはずなんですよ。だからアイヌ協会なるですね、まあいかがわしくなってしまった団体がですね、自分たちがアイヌと認めた人が、まあ外国人でもアイヌ、白人でもアイヌ、そして、
お父さんもお母さんもアイヌの血を引いていますという方が申請しに来ても、自分たちと政治的意見が違うと認定しない、こういう差別を行う団体だというふうに指摘されているわけですよ。こういうこと諸々を含めて札幌法務局がやったことは間違いであると私は考えます。確かにおっしゃる通り、あの法務局で法務局ともあろうところが、あの真実性の証明してないですよね。あのこれが本当にこの人がアイヌの人だったかどうかとか、そういうところは何も、そこはあの飛び越して、ただその人権侵害だって言ってるところ、確かに今あの指摘されて初めて考えましたけれども、あのすごく違和感を感じますし、それこそ暴走に近いものを感じて、こういう言葉尻を捉えて徹底的にこうなんていうか言論封殺に近く、人をなんというかもう押し込めてしまうというか、まあ、その人の人生をこうダメにしてしまうようなことに走るというのは確かにものすごい怖いなというふうに思ったんですけれども、吉田先生いかがでしょうか。私ですか、もう一回。はい、もう一回。とにかくアイヌ新法がそもそもの立て付けがおかしい、でこのアイヌ新法を推進した菅さんは罪が深い、この2つですね。本当ですね、菅さんの罪は深いと私も思います。この確かに菅さんの端を発しているということは私もあの勉強させていただいております。またこちらもこの文化人放送局では追及していけたらと思います。それでは4番参ります。はい、早期衆院解散の可能性と衆院選見通しは日本保守党はどうなるということです。岸田総理が会見、解散総選挙について先送りできない問題について一意専心に取り組むということです。 TBS の記事です。岸田総理は訪問先のニューヨークで行った記者会見で、衆議院の解散総選挙の戦略について問われ、先週新体制を発足させたところであり、先送りできない問題について新体制の下一意専心に取り組む、それ以外のことについては考えていないと話し、詳細は語りませんでしたということなんですけれども、長尾先生、この解散風みたいのは永田町では特に吹いていないんですか、今のところですけれども。あの吹いていないという状況ではありますけれども、はい、おととい先ほどというか、まあ、ちょっと議員会館に結構長い間いたんですけれど、まあ、どうも岸田さんは解散をやりたいらしいという意見が多いですね。でそれを周りが止めてるという、そんな感じですね。あ、そういう感じ。というのはあの自民党の、うん、まあ、世論調査を取って、まあ、夕刊フジなんかにも出てましたけども、まあ、自民党も議席は多少減らすと、ただ野党があまりにもダメなんで、あと合わせてあの支持率もですね、あの下げ止まりしてるっていう部分があります。これあの視聴者の皆さんにもね、ちょっとあのお伝えしたいんですけど、解散ってどういう時に打たれるかっていうと、こう急に支持率がぐわーっとこう上がって、現有議席よりももっともっといけるだろうという、もう上昇カーブを描いている時に勝ちに行くための解散と、あとはその支持率が低下している時であっても、あの任期は4年なんで、低下してるからといってあの解散がないというわけじゃないんですよ。あの下げ止まりの時、つまり、あ、ここまで議席が下がるかと、まあ、ここまでなら許容範囲だと、で自民党と公明党と合わせて、過半数は確保できる、であるいはあの国民民主党に20人ぐらいあの国会議員が いますよね、はい、でちょっと議席減らした部分でも、まあ、例えば、うん、あの国民民主党は予算にも賛成をしてくれる、はい、で場合によっちゃ、まあ、希望的観測も含めてですけども、憲法改正にも、まあ、それが発議されればですけどね、
賛成勢力になってくれるとかいうような部分が期待したいからっていうことで、あのアプローチかけてるのが例の国民民主党元議員を総理補佐官に就任したっていう点で手を打っていたりするわけですね。ですから今回の内閣改造で意外とこうあの支持率が下がらなかった、という、まあ、この2つの原因で解散打たれることがあるので、まあ、岸田さんとしてはあの今やりたいというそういう雰囲気があるけれど、まあ、自民党の内部なのか公明党なのか分かりませんけれども、それをちょっと待てというふうに、まあ、あの駆け引きが行われてるんだろうということで、吹いてないけれど、はい、年内解散が あるだろうというような話は絶えませんね、はい、あの記者さんの間もそうですね。ただ記者さんもですね、意外とそれをストレートに記事にしてないですよね、うん、裏張りをしてると思います。なるほど。ストッパーとしての解散っていうのもあるっていうのは実は結構意外でした。下げ止まりの、ストッパーって下げ止まりの止めるためのストッパーとしての解散っていうのもそういう手を打つのか、いやどこかで打たなきゃいけないんだよね、うんうん、だいたいあの国会っていうのは、あるいは国会議員やあるいは各政党っていうのはもう毎日もう瞬間瞬間のカレンダーしかまず頭に入れてないんですよ。で来年の秋の総裁選挙があるわけですね、はい、総裁選挙の前には解散はしづらいし、じゃあ総裁選挙の後にやるまで、支持率が持つだろうかとかいうようなこととか、まあ、あとはあの補正の経済対策を今度25日に発表するというふうに話をされてますけども、妙にですね部会で、具体的なあの項目が自民党の内部でも出回っていないっていう状況があるんで、はい、これはなんかちょっといきなりドカーンとでかいのを出してきて補正が成立した後に、解散というシナリオもあるんじゃないかっていう、まあ、そんな感じですよね、はあ、なるほど。そういうストーリーもなきにしもあらずという感じなんですね。今総裁選の話がちらっと出ましたけれども、6番お願いいたします。高市氏は総裁選に向けて正念場ということです。安倍元総理の意思、継ぐ人たちの今ということです、自民高市氏、安倍元首相の意思継承に意欲、国内残留で、ごめんなさい、閣内残留で総裁選正念場という記事を紹介し、ありがとうございます、お誘いいただきましたが、スケジュールが合わず欠席させていただきました。安倍総理もお喜びだったと思います。総裁選に向けて頑張りますということで、これ長尾先生のツイートです。そして7番、高取修一先生のツイートです。保守団結の会、流行碑参拝、今日は安倍晋三元総理のお誕生日に合わせて奈良の三笠霊園にある流行碑を参拝しました。高市顧問もとんぼ返りで参加。安倍先生のご意思を継ぐという人は多いですが、その言葉は本当かと思う出来事が多い。志を決議さらに大きく広げたいと思いますということですけど、これ流行碑にあの行かれて、あの長尾先生はスケジュールが合わなかったということなんですけれども、ごめんなさい、写真が小さくてわからないんですけれども、高取先生のほか男性のスーツの方はどんな方がこっちに並んでらっしゃるか、あの長尾先生見えますか。じゃあ写真をちょっとクローズアップ大きくできます。まず一番右側が、はい、これは佐藤圭参議院議員ですね、はい、あのちょうど佐藤圭参議院議員の応援演説の時に、まあ、命を落とされたということになります。佐藤圭参議院議員、いやまあね、ちょっといろいろと佐藤圭参議院議員もあらぬあの疑いやバッシングを浴びてあの気の毒だったですね。ただ、まあ、ご自身ぐっと我慢して何も反論せず、でこの流行碑の設立委員会の委員長を務められましたね。で右から2番目は、細田健一衆議院議員ですね。新潟の方です。もうエネルギー政策の、まあ、専門家で、京都大学を出て、経産省の元役人です。
そしてその隣が高取修一衆議院議員、そして中央が高市早苗経済安保担当大臣、そして高市大臣の左お隣が赤池正明参議院議員ですね。もうこれはもう保守の論客で文教族で、いつ大臣になってもおかしくない方です。そしてそのお隣が関衆議院議員ですね。この方はですね、神戸、関学だったかな、元住友銀行の行員さんで、はい、今半導体議連の事務局長をやられています。で、我が国の半導体政策についてはこの関議員が全部やられています。まあ、なかなか皆さんも知名度としてはまだ低いんですけども、そしてそのお隣が滝波参議院議員ですね。財務省出身ではありますが、極めて保守的な考え方を持ってくれている議員です。ただ財政問題はあちら側です。そして一番左側は上野博司前、衆議院議員ですね。南モンゴル議連の前事務局長ということであります。はい、みんな長尾先生のお仲間でいらっしゃいますよね。そうです。で、 LGBT については滝波議員以外は全員、反対。なるほど、分かりました。高市さんの総裁選への見込みっていうか、実際のところはどうなんですか。総裁選に、出ることができることを含めて、いかがなものでしょうか、現在の情勢として。それは分からないです。それは今は分かりませんね。今は分からない。分かりました。はい。吉田先生、いかがでしょうか。ですね、自民党の中のことはちょっと私はコメントちょっと今回差し控えさせていただいて、ちょっとある選挙プランナーさんの、もし解散した時の選挙予測っていうのがありまして、これは、自公それから立民が議席を減らして、で維新が68かな、 1.5 倍に議席を増やすだろうという選挙予測なんですね。でこれが実は、日本保守党が結党される前の予測だもんですから、日本保守党がもし、きちんと候補者を立てるようなことがあれば、これはもう自民も、立民もで、それから維新も、その3つから票を少しずつ、獲得するでしょうから、先ほど申し上げた3党はさらに議席を減らし、そして維新に数だった票も若干は日本、保守党の方に行くだろうと、岸田さんの思惑はさらに厳しい方向にですね、変わると思います。こういう中でですね、私は誰が自民党内で本当に保守の方が少なくなってしまって意見も通らなくなっているという状況に非常にこう歯ぎしりをする思いなんですけれども、その党の所属を問わずきちんとした人を選んで応援をする、従来からそういう姿勢であって今後もそういう姿勢で臨みます。はい、はい、そう思います。本当に自民党が保守政党というふうに言われているのに、星野議員、誰だっけって一生懸命探しても、この人もダメ、この人もこの人もこの人もダメっていう感じになってしまったので、その進行の、進行って怒られますけれども、その人たちに期待したいなという思いあります。はい、それではこれね、ちょっとね、自民党がね保守政党かどうかっていうことに言うと、前から保守政党じゃないんですよ。前から、そうです。つまり昔も今もおそらく将来も保守リベラルどっちでもっていうその構図はあまり変わってない。じゃあなんでこんなに様変わりするかといえば、官邸の住人次第で自民党は色が変わってくると。つまり安倍さんがいた時には保守勢力というのは絶滅危惧種とも言われるぐらい少なかったけれども、やはり安倍さんの
強い官邸からの力があって自民党が保守政党っぽく見えていた。ところが今回リベラルになっちゃったんでガラッと変わっちゃったと。だってこの 1,2 年議員の構成は全然変わってませんのでね、ですからやっぱりちょっとそこのところはやっぱり僕はね官邸の住人次第で、自民党はガラッと変わってくると。だって今回の人事やなんかでも全部向こう一色ですよね。はい、ただ安倍政権の時にはこちら側一色だったわけですよ、うん、やっぱりそういう点ではさっきの高市さんの総裁選の話にちょっと戻させてもらいますけれども、まあやっぱり総裁選で我々側の人間を出すか出さないかで、従来から言われているような議員の構図というのは昔も今も将来も自民党の中というのは非常にウィングが広いまま、だから総裁選挙がものすごく重要になってくるっていうことが、まあ一人でも多くの方に伝わると僕らも動きやすいなという感じがします。なるほど。それでは長尾先生のところに自民党の党員になっていただいてですね、票が入ればその分星野先生を生み出しやすいですよね。一人でも党員の方が増えれば。そうですね。つまりね、党員投票っていうのは衆議院選挙、参議院選挙、地方選挙じゃありませんから、自民党は嫌いだけれど高市さんに総裁になってもらいたいという観点から自民党になっていただいて、高市早苗と名前を変えていただくことで、皆さんもその当事者になって、いただければ僕らも動きやすいなと思います。そうですよね。結構政治参加できるんですよ、党員って。自民党の場合そうですよね。4000円でしたっけ、年ですね。そうです、年間4000円です、はい、4000円で総裁選を決めるときに自分もこの1票入れられることができると。もちろん割合は先生、国会議員の先生と一般党員の方で割合ちょっと違いますけれども、まあ、政治参加という意味ではその選挙の時に1票入れるとまた違う別の効果がありますよね。ですからぜひその自民党の党員に長尾先生のところからなっていただけたらいいなというふうに。はあ、どうもありがとうございます。はい、それではですね、次に参ります。国連で地元を対策する総理と世界の現実ということです。8番です。島田雄一さんのツイートです。血税から新たに30億円出すので核なき世界を研究してほしいと訴えた岸田首相演説、日本政府国連代表部が全力で動員をかけたのもにもかかわらず会場はこの状況、しかもほとんど、中下級スタッフ、岸田核廃絶外交の一人芝居ぶりを象徴している、要するに税金を捨てに行ったようなもの。9番です。門田隆舎さんのツイートです。核軍縮議論に30億円支出と岸田首相、だがサウジのムハマンド皇太子は FOX ニュースにイランが核兵器を手に入れたら我々も手に入れると明言、これが世界の現実。中国では日本を7つの核ミサイルで完全消滅させられるとの動画が話題。比例ごと偽善の30億円は国民を認めるのか、自分の金ならどうぞ。10番です。メローニイタリア首相が、国家のない世界、国境のない世界、アイデンティティのない世界は戦争や紛争のない世界だと思う人々のユートピア的な利己的な物語を拒しなければならないと名演説。一方、岸田首相は海外のシンクタンクに核軍縮の専門部署設置のために30億円拠出するとお花畑論、恥ずかしすぎるということで、岸田さんって本当にお花畑だなって改めて思ったんですけれども、もう一人で核廃絶してるよと思ってしまいました。吉田先生いかがでしょうか。もう頭きちゃ税金の使い道間違ってると思います。そうですね、前一番最初に、まあ、この、国連演説について、記事が上がった時にですね、まあ、私はこれだから立憲民主党の代表を総理大臣にしちゃいけないんだっていう、まあ、手厳しい痛烈な批判をしたんですけれども、とにかくこの方はやっぱりですね、現実の国際社会を全く理解できていないので、
まさに左翼活動家か宗教家かなんかをやるといいんじゃないかなっていうふうに思うんですね、うん、あるいは、まあ各配列が、まあ、ご自身の、まあ、目標であるんであれば、まあ、そういう団体で活躍をしていただけばいいんであって、国民と国土、そして国の財産、国民の財産を、守らなければいけないという立場にこの人は立ってはいけないタイプの人なんですね。守る、理論的な構築あるいは、手段、そういうものについての理解が乏しいの で、そして、まあ、そのお金の使い方というのも完全に間違っています。まあ、30億年、まあ、岸田さんにとっては橋田金かもしれませんけれど もうこの非常にこういろんなことに、使い道がある、お金であって、まあ、一時が万事、こういうことにコツ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 投じんしているとですね、本当に必要なことに使うお金がなくなっていって、そして増税メガネと言われる発想になってしまうと。こんなことではですね、本当に日本国民は生きていけなくなってしまうので、で、まあ、他の部分でも、まあ、申し上げたいと思うんですけど、まあ、それでちょっとイタリアの新しい首相についてはですね、言い方はともあれ、この方のおっしゃっていることが国際社会の現実であって、現実に即した現実の対応をしなければいけない立場の方の現実的な発言であって高く評価します。いや、今すごいニックネーム誕生しました、増税メガネ。それ前からですね、ネットのトレンドになっているワードです。そうなんですか、すごい。増税メガネなんかすごい今テンションぶわって上がったんですけど、もうインボイスで30億インボイスで巻き上げるぐらいだったらこの30億とかも一時出すなって思います。本当に今頭きちゃうなと思うんですけれども、長尾先生いかがでしょうか。まあ、原爆ドームがある地元を抱える衆議院議員のお気持ちは分かります。ただ総理大臣ですんでね、一国の。そして広島の県民すべてが、核廃絶を、まあ、心の底から全員が全員、岸田総理と同じように願っているというわけでもない。まあ、例えば今これ橋本琴恵さんから聞いていただいたご著書があるんですけども、日本は核武装せよと、被爆三世が私が言うんだと、極めて理路整然とした内容がこちらに書かれておりますね。で、あと加えて言うと、そのもはや世界は核を持つ国と持たぬ国のこの区別ではなくて、抑止力としての核はどの国も持って、つまり核を正しく使うか間違った形で使うか、つまり核保有国は核保有国に対して攻撃は行えない、つまり核兵器というのは、まあ、好むと好まざるにかかわらず現在の世界の安全保障の原理原則の中では抑止のために使うというもののそのフェーズにも入ってきちゃってるわけですよね。で、2発の原子力爆弾を唯一落とされた日本のこの歴史に、逆らう気はありません。これはもう動かぬ事実ですし、二度とこういうことをやってもらっては困ると。だからといって核を保有するなということにはならない、核を使うなと、そのための抑止力と、まあ、こういう演説をですね、原爆を落とされた被爆国だからこそ、まあ、こういう発言をしてくれるとまた世界も見方が変わるんだろうと思うんですが、まあ、なかなかそれは現状ではかなわぬことなのかもしれませんよね。本当にですね、悲しくなってきますね。このムハマンド皇太子とか、まあイランが核兵器を手に入れたら我々も手に入れるって本当に、まあ、普通の国家の姿勢というのはこういうところだと思いますし、イタリアのメローニ首相も一帯一路と中国も完全に手を切ると言ってにもかかわらず飲み込まれ続ける日本という感じなんですけれども、もう岸田さんにはね本当に期待できないって思ってしまいます。もう何にも期待してない、もうどうしたらいいのかなっていう感じですね。
この次の、まあ、選挙でまたあの解散したりとか総裁選とかまだまだなんかこの人 の時代が続きそうですけれども本当に失望しておりますということで中国が岸田政権ダメージということです。11番の記事参ります。日本の EEZ 内中国不作戦活動発表後に撤回の負け岸田政権岸田改造内閣を試すということです。混乱の習政権上層部からブレーキかということです。ザクザクの記事です。中国海事局は21日天然ガスなどを採掘する移動式掘削船が沖縄周辺の東シナ海で活動するとしていた発表を撤回した。日本政府関係者によると掘削船が活動するとしていた場所は日本の EEZ 内だった。中国事情に詳しい評論家の関平氏は習政権の上層部からブレーキがかけられた可能性がある。習政権は外相や国防相が相次いで動静不明になるなど混乱が続いている。米中首脳会談の実現も模索しており、対外的に揉め事は起こせないですね。日本の内閣改造で新体派とされる、木原稔防衛相が誕生した。日本側が毅然とした対応を見せれば、中国側も無茶な行動は取れないと思ってたということなんですけれども、そしてあの林芳正交代で事態は起こるのかということで、12番の記事もご紹介させていただきます。中国で拘束のアステラス製薬社員、刑事拘留される。日本政府は早期解放申し入れ、読売新聞の記事です。松野官房長官は21日の記者会見で3月に反スパイ法違反の疑いで北京市の国家安全当局に拘束されたアステラス製薬の男性社員に対して9月に刑事拘留されたことを確認していると明らかにした。中国に対し早期解放を強く申し入れており働きかけを継続すると強調したということですけれども、あの働きかけを継続するんじゃなくて救えよという感じがいたします。そしてこの中国のこの掘削船活動が、まあ岸田改造内閣を試すということ、ちょっとこのくだり分かりづらいなと思うんですけれども、ですね、長尾先生このあたりのことをどのように、どのように試してるんですかね。僕もちょっとこの改造内閣を試してるかどうかっていうのはちょっとあの推し量ることはやっぱりできないですね。関連性があるのかどうかちょっと分からないです。ただまあ、あの V の話もあったし、今回も掘削船の話もあったし、昨日今日始まった話ではありませんのでね、相変わらず中国公船はもう当たり前のように、日常的にもういつもあの尖閣諸島周辺海域に、出入りしていますし、あとまあその掘削船活動と言いながら、これまあ、掘削どころかあの白樺とかああいうところでね、我々も忘れちゃいけないのは、あの中国はあのちょうどあのキワキワのところにですね、尖閣諸島周辺にあの海洋資源があるかもしれないからっつってあのボーイングやってるじゃないですか。はい、最近その辺の話題が出ないことがむしろ僕はあの不思議だなという感じがいたしますね。で、あとまあこのなんていうかアステラス製薬の件は、まあ今までどういう事情で拘束をされていたかってことすらも分からなかった、それがどうも、刑事拘束だったということが分かったというだけなんでね、まあ、相変わらずその、まあ、拉致事件に北朝鮮による日本人拉致事件に象徴されるように法人がですね、他国によって、まあ、拘束されている、まあ、明確にね他国の法律 を違反しているということが客観的に限定されているならば、まあ、まだしも今回は全然限定されてないっていう状態の中で奪還することができない。まあ、私なんかがもし中国あたりなんかのきっかけで行って行方不明になっちゃったら、まあ、こういう感じで多分全然あの長尾隆を奪還するために動いてくれないんだろうななんていうことをね、あの一瞬この記事をあの見て思いましたね。本当にあの法人救出が効いて呆れます。こんな生半可なことではあの帰って、来ることができませんよ。はい、まあ、特殊部隊みたいなものないんですよね。まあ、ちょっとこの後あの別班の話しますけれども、
長野隆吸収してください、何かの時は、はい、お願いします。いや多分ね、交通事故かなんかで終わらされちゃうんでしょうね、うん、きっとね。いやそれは困りますよ、長尾先生がいてくださないと困るということで、吉田先生いかがでしょうか。まずですね、まあ、今回の発表してすぐに撤回というのは、この事実から分かることは、上層部が意図した行動ではないということなんですよ。上層部が決めたことであれば、反発があってもですね、もう頭のおかしな狼みたいにずっと頑張ってそれを続けるんですね。でそれをしなかったということは、やはり、上層部が判断に迷っていることを、やってしまった、それがミスなのか、主戦派の、勇み足なのか分かりませんが、あるいは、例えば、リグを、岸田アホ内閣が、発見して抗議したのが7月だったのに、国民に、発表したのが、2ヶ月後だったということがあるんですけど、場合によってはこの間にですね、アメリカが何かをした可能性も私はあると思っています。まあ、日本政府なんて当てにならないのでですね、アメリカがアメリカの立場から沖縄の米軍とかいろんなことを考えて絶対にそれは許さんと、この2ヶ月間に言った可能性はあるのかなというふうに思います。でそして、まあ、東シナ海の中間線ギリギリまでですね、ボーリングしたどころか、もうずっと、石油やなんかの採掘をずっと躊躇続けているんですね。でこれについて日本側が、報じなくなったことは、まあ、不思議でも何でもなくって、つまり、まあ、日本側の多くの人が諦めて文句をつける気力を失っている、問題視しなくなっているというところまで、まあ、中国側の思い通りにサラミスライスが進んでいる。でこれはなぜかというと、この中間線まで、ボーリング施設というか、その搾油施設をですね、十何基も建設しているときに、したときに、日本側が制裁行為を行い、それを撤去するまで続けるという当たり前の報復、制裁活動を取っていないからなんですね。日本は遺憾ですと、ペロペロ言うだけで、実際の報復、あるいは制裁をしないので、相手はやりたい放題なんですね。だから私が常々言うのは、相手の一手に対して、こちらもふさわしい一手をきちんと、投じないと、まともな外交にはならないんですよ。まあ、それはまあ典型がここにも、ここにも現れているということでありまして、まあ、一連のことはすべてですね、政府、自民党、自公政権が情けないと同時に、まあ、立憲共産党などのような汚染水野党の妨害によってですね、日本がスパイ取締法、スパイ防止法すら作ることができないというこの情勢、この、まあ、国内の政治情勢自身にそもそも重大な問題があるということですね。いや本当にそうですよね。確かにもう完全に国家として機能不全状態にあると思います。だって海外にいてですよ、さらわれちゃった法人ケースもままならない国家ってどうなんだっていうことを思うんですけれども、今流行りのビバンっていうドラマ、ちょっと、この中でですね、別版というのが出てくるんですね。15番です、長尾さんのツイートです。別版あるはずですし、ないはずがありません。中露戦という諜報工作活動丸出しの核保有国に最も近い国日本で、国民の生活全体が根底から覆すテロが起きていないことが奇跡。彼らが奇跡を作っているのです。スパイ防止法がない環境で彼らの任務はもはや限界。それは内閣情報調査室、公安調査庁、警視庁、外事課にも言えることです。国政復帰後は必ず彼らが国益にかなう活動ができる法整備をしますということで、もう絶対お願いしますという感じがします。そして16番です、高橋さんのツイートです。正義の味方、番組収録の中でですね、ビバン、殺人なんかしないけど情報収集組織はある。態度 ODA は受注日本商社に防衛省職員を派遣して情報収集しているくらい、日本も諜報機関で恒常的情報が必要ということなんですけれども、長尾先生いかがでしょうか。お願いいたします。これ佐垣さんも吉田君もビバン見ました？ごめんなさい、正直に言いますし見てないんです。私も見ておりません。見た、見てない。はい、まあ、これはね、
見ていただいたらいいと思います、はい、これこの時期にこのドラマを、まあ、TBS のドラマなんか見るなっつって僕のところにすごく攻撃をしてきた人もいるんですけども、うん、まあ、ちょっとです、ね、なかなかどうやってレスポンスをしたいのかわからないですけど、うん、まあ、この時期にこういうドラマを TBS がやるっていうこと、まあ、それを考えてもしょうがないんですけど、まあ、ドラマ自体はですね、これ高橋芳さんも結構大阪の番組でこの別班のことについて随分食いつきよくで、実際その視聴者の皆さん見てるんですかね、見てないでこれ取り上げてわけわかんなかったら何とも言えないんですけど、一般に日本には諜報機関というものはないけれども、情報調査をやっているところがすでに何か所かあって、まずは内閣情報調査室、これは官邸の中にあります。各省庁からまあ、その案件を総理に、まあ、伝えていくという部署ですね。あとは警察庁、まあ、警視庁ですね、警視庁の中に外事課というところがあります。でここの中に1課から4課まであって、1課が確かロシアで、2課が中国で、3課が北朝鮮で、4課が国際テロ。これ外事課がまさに、ロシア、中国、北朝鮮に対して、まあ、情報収集活動をやってるっていうところが、まあ、現実にあるわけですね。であとは、まあ、公安調査庁ですね。ただこれらはですね、いわゆるスパイを取り締まれない。なぜならスパイ防止法がないからですね。で番組のこの美版っていうのは別版、つまり防衛省の中にですね、昭和1954年に実際こういった部署があったんですけれども、つまり防衛省の中での情報収集ですよね。ただこのドラマではかなり人を平気で、頭を打ち抜いたりとかですね、あるいは日本の国内で絶対許されないパスポートの偽造であるとか、こういうことを国際テロを防ぐために、別班とあと警視庁の公安部、ここでいう外事課の4課が一緒になってですね、国際テロをこう封じ込めるっていう、そういうドラマなんですけども、果たしてこの別班っていう組織があるのかないのかといえばですね、実はこれまでにもこの別班を取り上げた著書っていうのはたくさん出ています。で実際外事課に勤めていた方も別班の、まあ、その存在を認めているし、まあ、この別班という名前でそういう組織が存在しているのかどうか分かりませんけども、まあ、ちょうど高橋芳さんがご出演になっていた香港さんも出られていた番組だったと思いますけれども、なんでスパイ防止法ができないんだろうかと。やっぱりこういうことはね、世界はごくごく当たり前に在外諜報機関、これ日本にも在外公館があるんで、いいんですけれども、もっともっとね、法的根拠を持って、世界の先進国並みのですね、スパイ防止をやらなきゃいけない、まあ、そんな番組だったんでね、まあ、大阪はね、意外とこういう突っ込んだね番組やってるんですよ、まあ、それで多分高橋芳さんもご紹介になられたのかなと思ってます。分かりました。ビバン面白そうなドラマですね。ちょっと見てみたいというふうに思いました。ですね、まあ、スパイ防止法が本当に日本できたら、まあ、国会議員からもうごっそり逮捕されちゃってですね、まあ、財界の有力者もだからスパイ防止法できないんじゃないかなって私は思ってるんですけども、石田先生いかがでしょうか。まあ、僕はその番組見ていませんけれども、まあ、今長尾先生からドラマの話内容をちょっと聞いて思ったのは、あ、
なるほど、TBS の狙いがよく分かったなという気が私はしました。まあその日本の諜報機関は、もうあの、まあ、要するにこう自分たちも、情報を提供してくれる相手もなかなか守れないようなスパイ防止法も何もない状況の中で、身を挺して必死にですね、情報の収集、一生懸命やっている、これは事実なんですけれども、この情報をまあ活かせる政治がないという、まあ、トンチキ国家ではあるんですけれども、まあ、それだからこそスパイ防止法などが必要だという当たり前のまあ国際標準の要望が国民からも上がっているわけですが、まあ、TBS の狙いはですね、あのまあそういう組織を作るとあのドラマ仕立てでまあやってるんでしょうね、人を殺すんだと、まあ、そういう宣伝をしたいんでしょう。だからそんな組織作っちゃいかんというプロパガンダのために番組作ってるのかなと私は受け止めました。そういうことか。確かにまあその側面はありますよね。あ、まあ、油断ならないですけども、ビバンというドラマちょっと興味深いなというふうに。あのあんまりね、人は殺してないのよ。あの悪いやつは一人二人殺してんだけど、すごいね、あの撃たれるんだけど、あみんな死んだと思ったら実は生きてたとかね。まあそこはいいや。ただね、やっぱりパスポートの偽造だとか、うん、ああいうシーンっていうのはなるほど、まあ、TBS が制作したんじゃないでね、あくまでも他の部署が、ただTBS のそういう思惑っていうのも、まあ、そのパスポートに関してはそういうのはあるかもしれませんね、まあ、あまりあの TBS とあの関連づけるのはあまり必要ないんじゃないかなと思います。この話、こと別班の話をするに至ってはね、はい、あの頑張ってくださってるですね、公務員の方がいるのは本当に事実です。あのなので、その参考のためにビバンというドラマちょっと私は見てみたいなと思いました。皆様はどう思われますか。はい、それでは次の話題に行きたいと思います。岸田さん、30億またあのドブに捨ててきたわけなんですけれども、増税政権で日本が衰退しちゃうよという話をします。6番です。増税岸田が日本を壊す、米共和党のドンが怒り爆発、補助金は出せば、補助金を出せば日本の出生率はもっと下がるという記事です。民株です。出生率を上げるために政府がお金を使うと出生率が下がる、そう語るのは共和党に多大な影響力を持つ保守系ロビー団体の代表、グローバー・ノーキスト氏だ。日本の国民負担率は 50% 近く、いわゆる五分五民状態にもかかわらず、自民党議員、特に幹部たちの共通見解は、消費税を上げる余地がある、防衛費、少子化対策、そして将来の社会保障費増に備えて増税をお願いしたいであるのが現状だ。そうした現状を打破するにはどうすればよいか、選挙に強く、そして近代的な共和党に生まれ変わった方法について、作家の小倉健一氏が共和党のドンに直撃したということで、ちょっとこの先、有料であの細かくは見れないんですけれども、まあ、最もだと思ったんですね。そして7番ご紹介いたします。副長官退任前夜スクープ殺ということです。週刊文春のまたスクープなんですけども、木原誠二衆院議員が木原事件の重要人物と秘密会合を行っていたということなんですね。内閣改造を翌日に控えた9月12日の夕方、木原誠二衆院議員が財界の重鎮4人と官邸幹部を交え都内のホテルで会食していることが週刊文春の取材で分かったということなんですけれども、懐刀として、牽制を振るった木原氏は内閣改造で官房副長官の任から降りたが、幹事長代理と政調会長特別補佐という2つの要職を兼務して、まあ、さらにあの自分の力を増やしていくと、あのさらに力を持っていくというふうなことが考えられるわけですけれども、まあ、木原さんの職は一石三鳥、党の役職に転じることで国会や記者会見で文春報道について追及される機会が減るし、それでいて政府と党のパイプ役にもなれる。その上、ポストを岸田を担う茂木幹事長や萩生田政調会長のお目付け役としても機能する絶妙なポジションということで、このまあ木原さんが岸田官邸に力を持つということは、まあ、増税体制、この増税を引き続き増税だよ、増税体制だよということを意味すると思うんです。どうでしょう、吉田先生。ですね、あの成功我慢できない元官房副長官の話はちょっと名越先生にお任せするとして、はい、あの最初のですね、あの米共和党のドンのお話は私は間違っていると思います。はい、あの要するにこの、まあ、話を細かく、分けなければいけないんですけれども、あの国民負担率を上げてはいけないという話はこれは正しい。しかし、子育てに予算を、投ずると出生率が下がるというふうに、もし本当に言ってるんだとしたら頭がおかしいんじゃないかという話なんですね。
世界中で観察されているあの結果というのは、要するに、子育ての支援をすれば、出生率は実際に上がるんですね。ただその、支援の仕方が効果のある仕方と効果のない仕方があって、日本は効果のない仕方をしているだけなんですね。何度も他の番組でも申し上げます、ましたけれども、育児支援は現金給付、現物給付、労働環境整備、この3つが大事であって、これをバランスよく、きちんと投じなければいけないということと、もう一つの大事な柱は子育てという、その労働というか生産活動というか、これが正当に経済的に評価されていないのが日本の欠陥であるので、この行為をきちんと経済的に評価してあげることが大事なんですね。具体的に言えば、人のお子さんを育てる保育士さんは給料が出るのに、自分の子供を育てると保育士さんと同じ給料出ないじゃないですか。はい、いろいろな歪みがある。これをきちんと、評価するというところから始まるんで、そのために、育児支援に予算が必要なのであれば、それはしなければいけない。ただそれを国民負担率を上げることで賄ってはいけないということで、この共和党のどんどん言うことは半分当てて半分間違っています。以上です。なるほど、そうですよね。今ある予算を無駄なところ、振り向け方ですよね。無駄なところからちゃんと有益なところに税をちゃんと使ってということですよね、お話としては。はい、はい、分かりました。ありがとうございます。長尾先生いかがでしょうか。吉田議員からの木原さんのこと振られたんですけど、それは遠慮させてもらいますじゃあ誰も触れない。わかりました、これは触れないと。ただ岸田さんのこの増税体質というのはこれからも続行してしまうということですね。これね、10月1日からインボイス始まります、事実上の増税ですよね。でこれは安倍政権の時に決めちゃった話になります。で冷静に見るとですね、岸田政権になってまだ増税にはなってないですね。社会保険料が自然増というような形ではあったと思うんですけど、ただね、やろうとしてることは事実ですね。でそういうためにいろんな準備をこれからしてきている中で、本格的にこの秋の臨時国会の中での補正予算が成立した後、さっきの話じゃないですけど、万々一衆議院の解散総選挙があった日にはですね、そのどさくさに紛れて手品と一緒ですよ。こっち側見せといてこっそりと増税の準備を一気にやっちゃうというようなこと、つまりまだ我々岸田政権による増税の痛みというのはこれからなんですね。もう十分痛い。だからこれから、だからやっぱり例えばウクライナのその物価高とかそういうことは除いての話ですよ。私は今の岸田政権の在り方がいいと言ってるんじゃなくて、今まで岸田さんもやりたかったけれども実際に実現できていない増税策がこのあと一気に来るぞというようなことを、増税反対派がどれだけ押し返していけるのかと、その攻防にかかっている気がしますので、増税反対派の議員をどんどん送り込んでいただきたいなと思います。増税反対派少ないですよね。今ですね、ちょっとチャット欄にもインボイスのこと流れてますけれども、私もインボイスですごく煽りを受けるんですよね、私の携帯というのは。でインボイス絶対反対なんですけれども、長尾先生、このインボイス記者政権より前に決まっていたということですけれども、いかがでしょうか。なんか答えて、これは反対ですよ。そうですよね、これはもうインボイスの話は10年くらい前から言ってて、でもこれはそういう法律がもう成立してしまったということですね。もうこれね、一回決まったものってダメなんですか。これ移行期間3年間ぐらいあるようですけれども、しばらく続きますよね。普通の法律は改正できるんですけど、税に関することってのは本当にね、
運用されるかされないかっていうのはもうその時の、あの政権にかかってるんでね、悩ましいです。本当にね、これあのやるべきじゃないというふうにあの思います。はい、それでは一般公開ライブはここまでになります。この後はメンバーレベル2限定ライブです。月額390円のメンバーレベル2に登録して、ぜひ続きをご覧になっていただきたいと思います。それではご移動お願いいたします。本日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。